WWS チャンネルをご覧の皆さん、永井真理子です。ステージね、すごいもう海が眺められる、ステージで、お客さんも温かくてね、本当に楽しかったです。もうなんか緊張なんか全然しなかったかな。すごい緊張シーンなんですけれども、今日は全然楽しかったです。本当にさ、MC でも話しましたけれども、30年以上ぶりに長崎に来まして、その時にはもちろんハウステンボスもなかったんで、ね、なんかこう30年経っていろいろ景色も変わったんですけれども、でもなんか相変わらずお客さんは温かくて嬉しかったです。まあ、とっても大きいテーマなんですけれども、きっとこうやって、ジャンルを超えて音楽でみんなつながれること、本当幸せだなって思えることが平和なんじゃないかなっていうふうに思います。2024年、そうですね、もう私は毎回毎回いろんな新しいことをしたくて、チャレンジをしたくてですね、過ごしているんですけれども、今年は、とてもいろんな方と出会うきっかけが、アーティストさんとね、出会うきっかけがありまして、すごい刺激も受けて、またもう自分もいろんなことに感謝しながら、いろんな方に感謝しながら、これからまた活動していきたい。それを膨らまして、また新しい楽曲も作っていきたいなというふうに思ってます。動画を見ていらっしゃる皆様、久しぶりに来た長崎なんですけれども、なんか久しぶりなのに、なんかもうここに住んでるぐらいのすごく親しみを感じる、街です。またぜひ、コンサートで来たいなというふうに思っていますので、ぜひ会いに来てください。